コンタス・ヨハンティ・デマンドは、スウェーデン・ベルムランド兼シャーロッテンベリ出身の、ラリードライバー。2017年 WRC にチャンピオン。2015年、アジアパシフィックラリー選手権チャンピオン。2012年に WRC デビュー。ラリースウェーデンで、シュコダ・ファビア S2000 を借り、総合18位となり SWRC にも参戦し3度、表彰台を獲得し、ランキング3位となった。 2013年もスウェーデンの未出場。マシンはフォードフィエスター RSWRC に乗り換えて総合4位につけたが SSQ でエンジントラブルがあったためリタイアとなった。その一方で JWRC では参照を上げてドライバーズチャンピオンを決めた。翌年 M スポーツのサポートを受けフォードフィエスター RSWRC でスウェーデン。 フォードフィエスタ R5 でポルトガル、ドイツ、フランスに WRC2 で参戦した。スウェーデンでは序盤タイムを縮めることはできなかったが、WR カーを走りこなすうちに熟練が進み、安定した速さで総合8位をつけた。ドイツでは最終日を前に、首位から1分半遅れの4位につけ、優勝は難しく思えたが、最終日の4ステージすべてで、 トップタイムをマークしようと、タマクを1.8秒差で逆転し、WRC に初勝利を飾った。2015年のスウェーデンでは、フォードフィエスタ RRC をドライブしオープニングのスーパーエース S で、WR カーを上回る、初のトップタイムをマークし周囲を驚かせた。ポルトガルからは、シュコダのワークスドライバーとして、ファビア R5 で出場。 WRC2 ではスペインで勝利した以外は、良い結果は出せず、チームメイトであったエサペカラッピに勝利を譲る、面々があった。そのこともあって年間ランキングは彼に次ぐ4位となった。エープクでは、ニューカレドニア戦以外の大会で勝利を、収めチャンピオンを獲得した。2016年も引き続き WRC2 に参戦するが昨年同様に一勝のみに、とどまりランキング5位。 しかし2017年は出場した7戦中5勝を挙げ圧倒的な成績で WRC にチャンピオンを獲得した。翌年も引き続き参戦し3勝するもトルコでのリタイアが響き、チームメイトヤン・コペキーとのチャンピオン争いに敗れた。2019年は4年間在籍したシコダを離れ、さらに7年間所属したイーブンマネジメントから独立し、M スポーツと契約。 最新型のフォードフィエスタ WRC を借り、モンテカルロ、スウェーデン、トルコ、イギリスの4戦に出場。この年から導入された固定ナンバー制度により、7を選択した。開幕戦モンテカルロでは、序盤10位につけるが、SS6 でのサスペンション破損、SS9 のパンクにより20位に終わる。スウェーデンでは、SS5 で4番手タイムをマークする速さを見せ、 最終的に8位に入った。トルコではオープニングとなったスーパー SS で3番手タイムをマークし、以降は慎重な走りに適し9位につけた。イギリスでは序盤で遅れるが、その後調子を取り戻し最終的にはこの年最高の総合7位に入った。年間ランキングは初年度ながら13位となった。2020年は WRC2 にステップダウンししこだの、 ファクトリーサポートを受ける、トックスポーツ WRT からファビア・アール・コエボで参戦。第3戦メキシコでは、クラス優勝と同時に総合でも、自己最高位の6位に入った。その後のエストニアは3位、トルコ、サルディニアで優勝し選手権のライバルマッツ・オストベルグ、28ポイントリードし最終戦モンツァを迎えた。初日首位に立つが、第二レグで遅れを取り最終日は挽回するモニーに、 終わった。この年有効最大ポイントが5000だったため、オストベルグは5000出場で、すべてポイントを獲得し、チャンピオンとなったが、ティデマンドは6000出場だったこともあり15ポイントが、引かれ4ポイント差で2度目のチャンピオンを逃した。wrc.com FIA ワー r ドラリーチャンピオンシップを OFFICIALWEBSITE-WRC.com www.wrc.com https www.wrc.com ニュース鈴木を散るファステストバットティダーマンのアウトフィドイコール 18,285& ページイコール8,2772018年9月17日閲覧インターナショナルオートモビルフェデレーション FIA オナーズスコーダー S エープクチャンピオンズスコーダストーリーボード https www.scodastoryboard.com enpress delisions international automobile federation fear honors スコーダズエープクチャンピオンズ2020年5月4日閲覧ありがとうございます